アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋一茶です。令和6年9月15日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグ第1節の1試合目となります。琉球ガーデンライオンズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始11時30分キックオフ予定です。本日の鶴見緑地は、あいにく、曇り空そして雨の予報があります天候となりました。まだ残暑厳しい状況もありますので、湿度も高く非常に高温多湿の状況になっております。しかし、その雲のおかげで直射日光からは、遮られている状況にありまして、幾分かこの点が両チーム そのコンディショニング作りにおいて大きく影響するかもしれない、そのような状況になっております。その試合を、控えまして両チームウォームアップへ現在サイドラインで最終確認を行っております。両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日はホームチームという形で、メインスタンド側に陣取っておりまして、チームカラーであるブルーをまとっていますのが琉球ガーディアンライオンズです。2020年に5人のメンバーが集まりまして結成しました日本最南端の X リーグ参戦チームとなっています。加入当時から、常にリーグを沸かせておりまして、優勝争いに絡んでくる、非常に優れた、奮戦ぶりを見せております。しかし実戦経験の乏しさからかなかなかその機会得られず、今シーズンが3シーズン目という形になってまいりますが、今季こそは優勝そして昇格とげんとこの鶴見緑地に進んでまいりました。さあその初戦果たして白星で飾ることができるでしょうか。その戦いぶり注目したい、琉球ガーディアンライオンズご紹介させていただきました。対しまして反対側バックスタンド側に陣取っておりますのが、本日はアウェーとしましてホワイトをまとっていますクラブアイランズです。こちらは、神戸にありますアパレルメーカーワールドを母体としました、かつてワールドアイランズとして X リーグに長く活躍しておりますチームです。現在はスポンサーが離れましてクラブチームとして、活動しておりますが、兵庫県芦屋市そして、鳴海浜で練習を重ねており、そのかつてから恵まれておりました練習環境を生かし、アメリカンフットボールをエンジョイすることをモットーに今シーズンも X リーグ参戦を、となっております。活動は主に SNS 等で非常に活況づいてチーム活性化させておりますチームですので、このチームにもぜひご注目ください。クラブアイランズのご紹介とさせていただきます。さあ先ほど、ご紹介をしております最中から、若干雨が降ってまいりました。天候が、よほどでない限りは配信は実行したいと思いますが、もし、不可能となりました場合は配信を中断させていただくことがございますので、何卒ご了承お願いしたいと思います。また本日は、私の方の不手際から、通常で行っております SNS での告知が欠けておりました。誠に申し訳ございません。協会の方からご覧いただく方々、また私の普段から解説しております私のブログの方から、この試合の方はライブ配信をご覧いただくことは可能になっておりますので、ぜひ皆様、いろんな方々にご推薦いただきまして、この試合をご観戦いただけますようご協力お願いしたいと思います。早速チャット内のメッセージありがとうございます。ジョシュ・ビーシー様メッセージありがとうございます。チワリオ RGL、琉球ガーディアンライオンズの略称である RGL のことから琉球の応援メッセージと冊子させていただきます。さあ今シーズン悲願の優勝そして X2 昇格なるでしょうか。注目の一戦となると思います。 OC 様メッセージありがとうございます。雨降ってなさそうですねのメッセージありがとうございます。ですが今先ほどから若干パラついてまいりました。できましたらこの程度の雨で済むことを期待したいと思いつつ、配信を本日は3試合やらせていただこうと思います。もし会場をお越しいただくことが可能でしたら、ぜひこれからもお越しいただければ幸いに思います。また、こちらの方のウェブ上からのご確認であれば、ぜひできましたら長くお付き合いいただければ幸いに思います。
昨シーズンの成績を簡単にご紹介させていただきます。昨シーズン X3 は、その上位層にあります X1 の改編ともなりまして非常に大きな改編期となりました。昨シーズンはその13チーム所属してありましたうちの6チームが昇格という形になりまして、今季はその残りました7チームの1リーグ制という形になっております。昨シーズンの成績はその2リーグ制の当時の成績という格好になっておりますが、琉球ガーデンライオンズは昨シーズンは1勝4敗という成績に終わりました。初戦、最初の段階から優勝候補勢との対戦ということもあり調子に乗り切れないままシーズンを終えてしまったという残念な格好になっております。しかし戦いぶり互角という点において力量十分というシーズンでもありました。クラブアイランズは、0勝5敗全敗という形で昨シーズンは終える形になっております。かつて2016-17年連覇してまいった当時のメンバーが大きく欠けまして再建期まだ続いているといったところにありますが、しかし今季こそはと再び陣を整えまして今シーズン挑んでくる格好をとっております。アヤ・エドワーズさんメッセージありがとうございます。 RGL 頑張れのメッセージ、こちらも琉球への応援メッセージですね、ありがとうございます。アツコ細川様 RGL90 高見沢君、頑張れというメッセージですね、こちらの方も、高見沢選手への、応援メッセージというふうに受け取らせていただきます。ちなみに高見沢選手は、今シーズン琉球ガーデンライオンズに宮古島シーホークスから移られているというふうに聞いております。背番号は、どうやら今シーズン50番を着用するようですので50番の選手高見沢選手ご注目いただきたいと思います。リーダージュン様のメッセージありがとうございます。頑張れ琉球、こちらも琉球ガーデンライオンズのメッセージ応援ありがとうございます。YouTube でこの試合をご覧いただいている方にお願いがございます。できる限り、忌憚なく、また相手に対する礼儀整った格好をお願いしたいところですが、メッセージチャット欄のメッセージをお願いしたいと思います。このチャット欄のメッセージの書き込みの量が、ご覧いただけていない方々へ YouTube が、この配信を斡旋するプログラムを働く、形になっております。また同様にもし配信内容が、お眼鏡かねますようでしたらいいねボタンもいただければ幸いです。これらの行為がすべて多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけ兆しになりますので何卒叶いましたらご協力をよろしくお願いしたいと思います。さあこれ、語らせていただいているうちに審判団フィールドに進みましてこれより試合開始の時を告げます。首脳陣招かれましてこれより試合開始です。令和6年9月15日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグ第1節琉球ガーデンライオンズ対クラブアイランズの一戦まもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形になります琉球ガーデンライオンズ。チームからブルーをまとっております。対しまして、ホワイトをまといまして本日はアウェーという形になりますのがクラブアイランズです。細川さんメッセージありがとうございます。はい、50万ご注目ください。シリリーさんのメッセージありがとうございます。ライブ配信ありがとうございますのメッセージありがとうございます。叶います限り本日も天候によりますが3試合なんとか配信できればと思っております。ぜひ皆様も、天候の方もお祈りいただければ幸いに思います。よろしくお願いいたします。クラブアイランズキックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の静止形で行います。クライハドと飛び出して間もなく試合開始となります。
Just Breeze様のメッセージありがとうございます。 Go Offense、 そうですね、最初が琉球オフェンスになる可能性がこの状況は発生しております。さあその点におきましても注目していただければと思います。試合はクラブアイランドのキックオフで試合開始となります。キックオフしますのはクラブアイランド85番の寺崎、大阪体育大学出身。対しまして琉球はリターナーを2枚配置しております。20番もう1人ナンバー確認が、遅れておりますが、おそらく2番を着用しているかと思います。20番の選手は、抜き山です。阪南大学出身。そうですね、津波緑茶、リザインさんがメッセージありがとうございます。ちょっと通信環境が良くないのでこの点ご了承ください。さあ琉球リターンしまして29番、自陣35ヤード付近確保し、この位置から琉球の攻撃となります。ここでアメリカンフットボールの簡単な、紹介を動画でさせていただきます。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。さあ協会の方で作成されました動画配信は後ほどさせていただきます。これより琉球の攻撃、琉球ファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤードまずランプレーから入ります。ダニバック33番、ハンドオフから右オープンに展開しまして約8ヤードのゲイン。まず最初は琉球ランプレーから入りました。託されましたランニングバックは33番の藤本です。大阪経済大学出身、今季より琉球に加盟しました移籍のプレイヤーです。失礼しました、現在クロック止まっておりますのでこちらの方を調整させていただきます。琉球セカンドダウン32回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離3ヤード。さあ大きなゲインになっている。ロッカーは間に合うか、間に合っている。さあ壁ができている、どこまで行くか、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。失礼いたしました、ペナルティ発生しておりません、タッチダウンです。琉球ここでランニングバック33番の回想によりまして見事先制点がありました。琉球ガーデンライオンズ6点獲得です。これよりトライフォーポイント。このキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ7点、クラブアイランズ0点。まず琉球ガーデンライオンズが先制点を挙げる形に成功となりました。ここで再び続けましたランプレーでランニングバック33番見事に相手のディフェンスを振り切り、一気に右往左往しながら素晴らしいカットバック切り、中央駆け抜けましてタッチダウン見事決めております。見事タッチダウン決めましたのは琉球ガーデンライオンズ33番藤本でした。大阪経済大学出身です。さあ先制しました琉球、今度はキックオフいたします。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフし試合再開となります。したがいまして失点したクラブアイランズは次の攻撃を得る格好になります。そのキックオフを琉球務めますのは先ほどから、応援メッセージありました50番高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤーです。そして宮古島シーホークスのスタープレイヤーでもありました。さあこれに対してクラブアイランズはリターナー2枚構えましたが、このリターンどのようになるでしょうか。さあアイランズリターンに入ります。これは琉球ナイスタック。
イターナ10番右サイドラインが掲げましたが、ここで琉球が素晴らしいタックルションをして、クラブアイランズは自陣25ヤード付近からの攻撃という形になります。しかし攻撃権を得ましてクラブアイランズ反撃に入ります。さあ先制許しましたアイランズですが、この攻撃で取り返し状況を五分に戻すことができるでしょうか。アヤ・エドワーズ様、ジョシュ・ウィー様、メッセージありがとうございます。先ほどの立ち合いに対する称賛メッセージ、これは琉球にとって大きな励みになると思われます。さあクラブアイランズ攻撃に入ります。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストアンテン、さあ右サイドへのランプレー、まずオプションプレーのように左サイドに展開したランニングバックにピッチしまして、左オープン展開を図らせましたが、これを琉球素晴らしいディフェンス陣の対応しまして、このランニングバックを見事にタックルし仕留めました。タックルしましたのは8番でしょうか。素晴らしい対応を見せました、失礼しました、9番のですね、見事なタックルをしましたのは琉球9番の篠宮でした。琉球大学出身。パス不成功。今度はパスプレーに入りました。オフェンスは攻撃の開始展開を後方より一度だけ前パスを行うことができます。これによって前進を図りましたが、しかしこのパスコントロール乱れ、パス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元のチームを押され次の攻撃という形に変わります。従いまして、クラブアイランズサードダウン8の状況に変わります。さあこの8ヤード突破はなるでしょうか。クラブアイランズサードダウン8、ナイスプレッシャー、パス不成功。クォーターバック6番右にスプリントアウトし、ワイドレシーバーにパスを投じようといたしましたが、しかしここで琉球92番見事なプレッシャーをかけましてパス不成功としています。ダウン1つ失いフォースダウンに変わります。見事なプレッシャーをかけましたのはクラブアイランズ92番の、エルバイズ・ゲイブ、チームの、重鎮188センチ137キロの巨漢プレイヤーの見事なプレイヤー、プレーを見せました。クラブアイランズフォースダウン8、最後の状況でここでフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしこれにより陣地挽回を図りますが、このパントはそれほど大きな距離を返すことができず、陣に脱することができませんでした。クラブアイランズ陣47ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして琉球ガーディアンライオンズに変わります。さあクラブアイランズ反撃のシリーズでしたが、しかし残念ながら攻撃権更新ならず、パントにより攻撃譲渡となりました。さあ琉球結果的に相手陣に入ったところから攻撃を開始する形になります。琉球このチャンス生かせるでしょうか。相手陣47ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストアウト10。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが発生しました。クォーターバックが投じましたパス、レシーバーがこれをボールをジャッグルしました。そのマフして浮き上がったボールを、アイランズ7番が奪いまして、インターセプト成立かと思われましたが、しかしここでイエローフラッグが投じられております。さあここで反則が発生したという形でメッセージは、現在表示されておりますが、果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。
先ほどのプレーディフェンスの際に、クラブアイランズにパスインターフェアの反則がありました。前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという形の反則です。これによりましてディフェンスチーム15ヤードのペナルティを受けますので、結果的には自動的に攻撃権クラブ、琉球ガーデンライオンズ更新する格好になります。非常に大きなプレー発生したかと思いましたが、この時に反則があったという判定になりました。さあ、これによりまして琉球は攻撃継続となります。ボールは相手陣38ヤードにセットされました。この位置から琉球の攻撃という形で継続となります。琉球ファーストアンテン、ナイスゲイファースター。ここで琉球クォーターバックハンドオフェイからブーツレック、ハンドオフをしまして、その反対サイドに大きく返しまして、ボールを隠すように右オープンのランプを展開しました。これが相手のディフェンスの裏をかき大きなゲインになり攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター。見事なプレーを決めましたのは琉球クォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身のプレイヤーです。さあ琉球相手陣15ヤードからファーストダウン10、さあトラブルが発生している、どうだ判定は、ターンオーバー、見事なビッグプレーが出ました。ここで琉球はランプレー重ねんという形でランを選択しましたが、ここでディフェンスラインが佐藤、相手のプレッシャーを与えまして、このプレーを失敗させまして、見事ファンブルを奪い攻撃権を奪取する形に成功しております。見事攻撃権を取り返す形に成功いたしましたクラブアイランズ。自陣深い位置ですが、自陣21ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、パス不成功、パス不成功の判定です。ここでクォーターバック6番、中央縦上がりました、85番にパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスカバーあり、パス不成功になっています。前パス失敗のためセカンドダウンに変わります。ジャビッツ様メッセージありがとうございます。また太田選手メッセージありがとうございます。篠宮選手 今季も活躍しております。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオンは変わらず自陣21ヤードの位置にあります。さあトリッキーなフォーメーション、さあ面白いプレーを展開しました。アンバランスに選手を固めまして、その少なくなっております方向にランプレーを展開するという非常にトリッキーなランを展開いたしました。これにより手薄になったところをつかんという判断でしたが、しかしここでどうやら反則があった模様です。
しかしこの反則は取らずサードダウンという形になります。クラブアイランズサードダウン9。さあ現在攻撃苦しんでおりますクラブアイランズ、この距離突破できるでしょうか。パス不成功、ここでパスプレーを敢行しましたアイランズ。しかしここは琉球見事に対応しましてパス不成功に変え、フォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。さあ琉球リターンに行く、前が空いている、ブロッカーいる、リターナーここでキャッチしまして左オープン展開。29番一気に相手陣30ヤード付近を確保し、この位置で攻撃を終えます。攻守テイクオーバー変わりまして琉球の攻撃に変わります。素晴らしいリターン重ねるは琉球ガデアンライオンズ29番の中村です。城西大学出身。さあ琉球相手陣30ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあ壊した、止まるか、振り切る、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。失礼しました、反則は発生しておりません。タッチダウンとなっている模様です。タッチダウン成立しまして6点追加となっています。ここでオフェンスに反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。5ヤードバッタリとなりましてトライ4ポイントやり直しとなります。さあ下がりましたがタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ14点、クラブアイランズ0点。琉球がさらにタッチダウン重ねまして得点を、追加する形になっております。チャットライン多くの方々メッセージありがとうございます。この配信は多くの方々のご支援にありまして、この配信は実現しております。今シーズンも X2X3 は西日本共同企画としましてこのネット配信によります、募金を行っております。多くの企業様そして個人様のご寄付によりましてこの配信は成り立っております。またこれらの資金がありまして私も遠方地の試合の配信を行うことが可能になります。ぜひアメリカンフットボールを多くの方々にご覧いただくためにもぜひご協力お願いしたいと思います。さあ琉球のキックオフ、キッカーは50番高見沢。さあアイランズリターンに入る、
右サイドラインにつきまして自陣20ヤード付近を確保しております。この位置からクラブアイランズの攻撃に変わります。ジョシー様、審判団 の、 そのメカニカルな部分に関しては確かに、そのリーグによってそして人員によって大きな差はあるかもしれません。しかしこれらによって試合は賄われております。ぜひその状況を鑑みいただきご声援をお願いしたいと思います。さあクラブアイランズ反撃に入ります。ボールオン自陣19ヤードからアイランズファーストダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。まずアイランズパスプレーから入りました。右に展開したレシーバーにパスを投じましたがそのパスを琉球見事にパスカットしましてこのパスを防いでおります。見事なパスカットを決めましたのは琉球1番のデイブ・ビクター、中部商業高校出身の21歳のプレーヤーです。クラブアイランズセカンドダウン10。さあここでトラブルがありました。クォーターバックランニングバックにハンドオフしようとしましたがしかしコミュニケーション合わず結果的にボールを交代させる形になりました。約4ヤードロスとなりましてサードダウンに変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン交代をロスと表現します。ここでホイッスル、失礼しました。クロックが進んでおりましたがここで第1クォーター5分を切ったところになっております。ここでレフェリータイムアウトとなります。アメリカンフットボールはその日の天候状況を鑑みまして審判団事前に協議しクォーターの半分でウォーターブレイクを入れるシチュエーションがございます。本日はまだ残暑厳しい状況を増して天候的に非常に高温多湿という状況になりました。これらによりまして熱中症の危険が非常に高まっております。これを鑑みましてクォーターの半分でウォーターブレイクを取られる形になっております。お名前をちょっと読み上げられず申し訳ございません。電波状況が良くないですのというメッセージ誠に申し訳なく思います。鶴見緑地はどうやら、様々な電波が錯綜するためか電波環境が常に良くありません。このため配信がちょっと不安定になってしまいますが何卒、その点鑑みいただきましてご協力いただきたいと思います。できる限りこれらの試合は取り収めまして後ほどディレクターズカットをまたクォーター単位で、投稿させていただこうと考えておりますので何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあウォーターブレイク解きまして試合再開。クラブアイランズサードダウン14。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに行きましたクラブアイランズ。左サイドにいたレシーバーに目がけてパスを投じましたがそのパスを取りました琉球9番。9番見事インターセプトにより攻撃をダッシュし攻撃権取り返す形に成功しています。琉球ターンオーバーによりましてファーストダウン獲得です。見事インターセプトしましたのは琉球ガーデンライオンズ9番の篠宮でした。琉球大学出身のプレイヤーです。
小兵ながら素晴らしく俊敏なプレーヤー、今シーズンも活躍しております。さあ琉球相手陣7ヤードからのファーストダウン2ゴールに状況変わります。残り4回でエンドゾーンタッチダウンを狙います。パス不成功。ここで琉球タッチダウンパスを狙いました。内側に切れ込んだ1番にパス、しかしこの1パスをキャッチできずパス不成功、セカンドダウンに変わります。しかし琉球優位変わりません。相手陣7ヤードから琉球セカンドダウン2ゴール。さあ次のプレーはどう来るか。パスプレー、しかしナイスパスカット。ここで再びパスプレーでこのエンドゾーン突破を図りました琉球。しかしここはクラブアイランズディフェンス陣見事にパスカットし、このパス不正でおります。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。見事対応しましたのはクラブアイランズ4番のようです。4番は私の後輩になります、姫路独協大学出身毛利、チームの代表でもあります。さあサードダウン2ゴール。パス不成功。ここでクォーターバック7番左ロールアウトから相手をまくるように旋回しまして、ディフェンス振り切り、33番にパスを投じましたが、しかしその動きからかパスを乱し、パス不成功でフォースダウンに変わります。これは見事なプレッシャーを、アイランズかけました。さあアイランズフォースダウン2ゴールに変わります。ここでホイッスル。さあ琉球フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあ50番これを決めることができるでしょうか。キック成功、3点獲得。ここで琉球はキッカー50番高見沢のフィールドゴールで見事3点追加となりました。琉球ガーデンライオンズ17点、クラブアイランズ0点、そのリード17点と広がっております。宮古島シーオークスから今季移籍しまして、X リーグ参戦決めました高見沢、見事にフィールドゴール決めまして、そのチームに大きな貢献の足跡を残しております。さあそのフィールドゴールで加点しました琉球のキックオフで試合再開となります。に入ります。ここで素晴らしいブラッシャー。さあ反撃の糸口つかまんというキックオフリターンに入りましたアイランズ、しかしそれを見事に琉球カバーチーム見事に仕留めまして、クラブアイランズ自陣17ヤード付近からの攻撃となります。さあ勢いづく琉球に対してクラブアイランズどのようにして状況打開を図るでしょうか。ボールオンは自陣18ヤードの位置にセットされました。クラブアイランズファーストダウン10。
ここでホイッスル。ここでクラバーイランズ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはクラブアイランズ、ここで流れを断ち切ること、そして作戦を練り直すために一旦ここでタイムアウトを投入します。細川様、高見沢選手さすがのメッセージありがとうございます。ジョシビーさんはレッツゴー D というメッセージありがとうございます。琉球さらにディフェンスで勢いづけという非常に励、たくましいメッセージありがとうございます。まさに琉球勢いに乗っているというその序盤戦の状況になっております。さあ、それに対して策を講じましたアイランズ、その1回目のタイムアウトによって何らかの手を打つことができるでしょうか。試合再開です。自陣18ヤードからクラブアイランズファーストアンテン。パス不成功。まずパスから入りました。外へ展開していくワイドレシーバー85番にパスを投じましたが、しかしタイミング合わず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。アイランズとしては何としてもパスからその起点を見出したいといった形でそのプレーを展開しようとしているところですが、しかし琉球が見事に対応している感を見受けられます。さあ、突破口を見出すのは果たしてどのようなきっかけとなるでしょうか。クラブアイランズセカンドダウン10。ここでコミュニケーションミスが発生した模様です。クォーターバック、ランニングバックとタイミング合わず、やむなくキープに転じようとしましたが、プレーが崩れたためかロスになっています。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスにイリーガルフォーメーション、不正な体型を用いたという反則が発生しました。5ヤードの抜体というところですが、これを琉球は取りません。プレーを成立させた格好にいたしまして、ダウン進め、サードダウンに変えます。クラブアイランズサードダウン13。インターセプト、ターンオーバー。琉球ここでそのパスを奪い取りました。インターセプトし攻撃権ダッシュとなっております。37番見事にこのパスをインターセプトし攻撃権を取り返し、琉球の攻撃に変わります。ターンオーバー、攻守変わりまして琉球に変わります。見事インターセプト決めたのは37番の王子、海城高校出身のプレイヤーです。さあ、王子のインターセプトにより再び有利な時間の攻撃に入ります琉球ガーディアンライオンズ。相手陣13ヤードから琉球ファーストダウン10。さあ、スピードに乗ったランプレー。ここで琉球はランニングバックに託してのスピードに乗って左オープンランを展開しました。キャリア、9番でしょうか、素晴らしいスピードに乗って約、8ヤードのゲインとなっております。託されました9番の篠宮だった模様です。琉球セカンドダウン2、ボールオン、ボールオンは相手陣の6ヤードの位置にあります。ナイスパスカット、パス不成功。
ここで琉球はパスプレーを選択しました。一気にタッチダウンを狙うというところでしたが、これはアイランズ見事にパスカットし防いでおります。さあサードダウンの状況に変わりますが、果たしてこの状況どのようなプレーがチョイスされるでしょうか。琉球サードダウン2、パス不成功。今度は奥へ走り込んだ28番にパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。攻撃権を一つ失いフォースダウンに琉球変わります。さあ琉球フォースダウン2、さあどのような体型に変えるか。変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあ着実にリードを広げんとフィールドゴールチョイスした。このキック見事決まりまして3点獲得、フィールドゴール成功です。高見沢本日2つ目のフィールドゴール決めまして3点追加し、琉球ガダンライオンズ20点、フラワーアイランズ0点と状況変わっております。着実に加点重ねる琉球ガダンロイズ、その優位を保たんと今からキックオフに入ります。さあアイランズなんとかこのシリーズで打開図りたいところですが、突破口を見出すことができるでしょうか。さあリターンに入った。リターン10番右サイドラインにはつきまして自陣25ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。非常に厳しい状況、しかし果敢にリターン実施しておりますのがクラブアイランズ10番の北川です。関西学院高等学校出身のプレイヤーです。エイジ33、クラブアイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10、ここでホイッスル。クラブアイランズここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。これで2つ目のタイムアウト投入です。クラブアイランズとしては非常に厳しい試合展開になってしまっているというところでしょう。体力も大きく消耗している感があります。これらをなんとか維持せんとここでタイムアウトを投入しました。しかし第1クォーターの段階で2つ目のタイムアウト投入、果たしてこれはどのようにこの後の戦局に影響するでしょうか。タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブアイランズファーストダウン10。さあ中央のランプレーいった。まずここは着実なランプレーを投入しました。密集点にランニングバックを取り込ませまして確実に約2ヤードほど獲得した格好になっています。
まずは手堅い一手からこのシリーズは入ります。託されましたのはランニング枠42番の山崎、滝川高校出身のチームのバイスキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン8、さあ再びランプ、今度もランニング枠42番に託しました。今度は右オープンをつきまして、約5ヤードほど獲得となっています。さあここで山崎にその突破口を見出さんとボールを託しております。このシリーズ更新なるでしょうか。琉球、クラブアイランズサーダウンスリーの状況です。ボールオンは自陣32ヤード、さあ3ヤード突破なるでしょうか。さあ三度ランいった、攻撃権更新ファースター、ここは山崎に3回目を投じまして、この攻撃シリーズ見事突破を果たしました。山崎なだれ込むように左オフタックル突破しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、まず最初の一つのくさびを打ちましたのはランニング枠42番の山崎でした。滝川高校出身。さあ一つ攻撃をフレッシュしまして、クラブアイランズ自陣37ヤードからのファースト安定に入ります。パス成功、クォーターバックロガン今度は10番にパスを投じまして、見事10番これをキャッチし約9ヤードのゲインとしています。さあこの攻撃シリーズ更新につながるようなキャッチを決めましたのは10番の北川でした。関西学院高等部出身の33歳のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ20点、クラブアイランズ0点、琉球3ポゼッション近いリードを奪いまして第1クォーター終了。これより第2方針方向を変えまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤となります第1クォーターは琉球が着実にラン、パスとも決めまして得点を重ね、現在20点のリードを奪っている形にして試合の主導権を握った格好になっております。しかしアイランズもその第1クォーター終了間際に攻撃権更新になりまして、ようやくエンジンかかってくるかという兆しありましての、その方向変わるクォータータイムに入っております。多くの方々のチャット欄メッセージありがとうございます。非常に私も励みになっております。ジョシビー様メッセージありがとうございます。素晴らしい第1クォーターの RGL、これからも頑張ってくださいのメッセージ、これもチームにとって非常に大きな励みとなるでしょう。ぜひこれからもメッセージそして応援をよろしくお願いしたいと思います。さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向を変えまして今度はアイランズ画面向かって左から右に攻める格好に変わります。クラブアイランズセカンドダウン残り1ヤード、これは琉球ナイスディフェンス。ここでランニング枠0番にハンドオフしまして、この1ヤード突破図らんという形でしたが、しかしここで琉球50番見事にチャージしまして約2ヤード押し返す形に成功しております。ダウンはサーダウンに変わります。見事ロスタックル果たしましたのは50番の高見沢です。明治学院大学出身のエイジ41。さあクラブアイランズサーダウン3突破なるでしょうか。パス不成功、
ここでプレッシャーを浴びながらクォーターバック6番85番にパスを投じましたがタイミングが合わずパス不成功に終わっております。クラブアイランズフォースダウンに変わります。これは琉球素晴らしいプレッシャーであったことを、称賛したいと思います。ナイスディフェンス。アングラケネミ様ゴーアルジーアルジーメッセージありがとうございます。さあクラバヤンズフォースダウン3プレーをします。フォースダウンギャブル。ここでホイッスルイエローフラッグが投じられています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート不正なスタートを切りました。5ヤード抜体しましてフォースダウンやり直しとなります。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。プレーを開始する前に特定の選手以外は1秒間の静止を求められます。これを守れなかったため、不正なスタートを切った形になり5ヤード抜体となります。さあ5ヤード下がりまして8ヤードの条件に変わったことでアイランズはフォーメーションを変えパントフォーメーションを取る模様です。アイランズフォースダウン8。このパントは外へ蹴り出すように琉球陣35ヤード付近にてボールが割れましてここで攻守交代となります。攻撃権は変わりまして琉球ガーデンライオンズに変わります。アイランズようやく反撃できんかという形でリズムある攻撃を展開しつつありましたがしかし琉球ここでディフェンスがギアを上げましてこの攻撃を断ち切り攻撃権取り返しております。琉球自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ中央ダンプへキャリア33番ハンドオフを託されまして中央突破味方ブロッカーのブロックもよく約8ヤードのゲインとなっております。見事なランを披露しておりますのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本大阪経済大学出身のプレイヤーです。琉球セカンドダウン2パス不成功。クォーターバック7番ここでプレイアクションから右にロールアウトし14番にパスを投じましたがしかしタイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。琉球サードダウン2ボールオン自陣43ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ここで琉球この2ヤードを見事に着実なランプレーで獲得する形に成功いたしました。託されました33番中央密集点突破しまして攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファーストラン。ここは好調な33番藤本に託しました。大阪経済大学出身。さあ琉球相手陣に入りまして相手陣45ヤードからファーストラン。
成功。ナイスキャッチ、ファースト。ここで一気にパスによって大きく前進果たしました。クォーターバック7番縦に切れがありました。ワイドレシーバー28番にパス、28番見事にディフェンス振り切り、これをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースト、鮮やかなパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身、取りました28番は読峰、東京国際大学出身のプレイヤーです。さあ琉球相手陣16ヤードからのファーストアンテン、さあここでスナップ乱れました。クォーターバック7番なんとか確保しましたがプレッシャー感じまして、ここで2ダウン約4ヤードロスに変えております。このセンターのスナップも平常心が求められます。勢いに乗りました際のその動揺がそのままスナップの成否にかかわり、プレーの成否にかかわります。さあ4ヤード下がりましたがセカンドダウンの状況、相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。琉球セカンドダウン14、パス不成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック右に展開していくワイドレシーバーにパスを投じましたが、ここでクラブアイランズ見事にその対応をしまして、キャッチアンドタックルを決めまして、このパス不成功に変えております。ここはクラブアイランズ9番見せました。9番は砂川です。手塚山大学出身、さあサーラウンの状況、琉球突破なるでしょうか。サーラウン14、琉球エンドゾーンいった、タッチダウン。ここで一気にタッチダウンパスを決めました。琉球クォーターバック7番ワイドレシーバー3番にパス、3番ディフェンスのカバーありましたが、これを見事振り切りましてキャッチし、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。琉球3番の見事なキャッチによりまして、6点追加となっております。見事キャッチしましたが3番の池口でした。日本大学出身、日本大学ですが歯学部出身ということですので、いわゆる、体育会系の出身ではありません。しかし見事に、その経験生かしましてタッチダウンを上げております。そしてトライ4ポイントを見事決めまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ27点、クラブアイランズ0点とその差広がっております。鮮やかなパスプレーでした。ディフェンスのカバーをまるで弾き飛ばすようにキャッチしまして、3番そのまま見事にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウンを決め、さらなる得点を重ねる形に成功しております。池口素晴らしいプレーでした。ジョシビー様、ナイスキャッチですね、歯医者さんというメッセージ、まさにこれは池口選手に対する素晴らしい三振だと思います。さまざまな職種、職業を踏まえている選手が、参戦しております X リーグ。その X リーグにおいてはさらに多岐にわたる多くの職業を経験されている方々がこのフィールドで活躍しております。さあアイランズリターンに入ります。今度はどこまで返せるか、と琉球素晴らしいカバー。10番がそのブロッカーの壁を生かさんと、待ち構えているところ、クラブ、それを割りまして琉球がタックルし自陣20ヤードに封じ込めております。この位置からのアイランズの攻撃となります。さあクラブアイランズ自陣20ヤードからの反撃に入ります。ファーストアンテン、
さあまず密集点突破を図ります。中央へのランプ、キャリア40番なだれ込む、42番なだれ込むように中央密集点に体を投げ入れ、約2ヤードから3ヤードゲインとしています。体を張りましてなんとか状況打開を図ります。ランニングバック42番の山崎です。滝川高校出身。クラブアイランズセカンドダウン7、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。第2クォーターのウォーターブレイクになります。本日の配信は X2XEWEST の合同企画によって実現しております。チーム企画しましたこの募集活動募金活動に応じていただいた数々の企業様、そして個人の方々の寄付によりましてこの配信は実現となりました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この配信によりましてこの活動にご協力いただくことによってこの配信は成り立っております。現在は募集しております。ぜひこれからもご協力ご協賛お願いしたいと思います。さあウォーターブレイク解けまして試合再開、クラブアイランズセカンドダウン7、さあランプレー来ましたがしかしこれは琉球対応します。ランニングバックにハンドオフし左オープンの展開を図りましたがしかしこれをクラブ、琉球92番見事に対応しましてロスに変えております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取れます。しかし素晴らしいディフェンスのプレッシャーでした。見事にタックルしましたのは92番の97番の、しました92番のエドワーズゲイブです。電波状況良くなったということですね。非常に嬉しく思います。こればかりは周りの通信環境に左右されるので何卒ご了承をよろしくお願いしたいと思います。パス不成功。ここでクラブアイランズはスクリーンパス、奥を投げると見せかけ手前にいるレシーバーにパスを取らせブロッカーつけてのキャッチアンドランデザインプレーによって突破を図りましたがしかしタイミング合わずパス不成功の判定でフォースダウンに変わります。さあ厳しい状況、クラブアイランズフォースダウン8パントフォーメーションを取りました。クラブアイランズここで前半最後のタイムアウトを取りました。これでアイランズのタイムアウト前半はなくなりました。フィールド上のボードでは残りタイムアウト2回、1回残りという判定を表示するかと思いますが審判コールありました通り前半のタイムアウトはアイランズなくなっております。さあここで前半最後のタイムアウトをクラブアイランズは取りました。前半戦非常に厳しい状況ですがなんとかタイムアウトをつなぎながら状況を再確認し突破口を見出さんというところでしょう。しかし琉球さらに勢いに乗らんと現在も攻め手に回るそのリターンに入る構えにあります。
タイムアウトを解けまして、これより試合再開。クラブアイランズフォースダウン8、パントフォーメーションを取っています。さあまずはこのパントシーン注目しましょう。さあ琉球リターンに入る構え、左に巻いている、スピードを打った、どこまで行く、振り切った、タッチャー、ここで見事にパントリターン、タッチダウン決まりました。リターンしましたのは11番でしょうか。取りまして左方向に大きく旋回、スピードに乗って相手のプレッシャーをかわし、そのまま一気に巻くように左オープンを駆け上がり、一気にエンドゾーンを駆け抜けてタッチダウン。見事パントリターン、タッチダウンでさらに加点となりました。見事なパントリターン、タッチダウンで重ねております。そしてトライ4ポイント決まりまして1点追加、クラブ、琉球ガーデンライオンズ34点、クラブアイランズ0点とさらに差が広がっております。しかし見事なパントリターン、タッチダウンでした。11番の富尾でした。近畿大学出身です。スロー V の再生が間に合わず先ほどのシーンが撮れておりませんでした。誠に申し訳ございません。 YouTube でご覧いただいている方々はスクロールバーでそのシーン再現いただけますと幸いに思います。通常はあのように迂回するリターンというのはなかなか決まらないものですが、見事なパントリターン、タッチダウンでした。さあ鮮やかなパントリターン、タッチダウンで得点重ねた琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。先ほどから読み上げております選手、今までの琉球の選手の在籍していて選手以外の方々が多く名前を読み上がっております。この点におきましても今季の琉球非常に注目の状況になっております。さあアイランズ反撃なるか、リターンに入ります。右オープン展開図りましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。先ほどのプレーリターンチーム、しました。カバーチームである琉球にレイトヒット、プレー終了後のヒットの反則がありました。この反則は非常に重大な反則として、重い反則にペナルティが課されます。反則発生地点から15ヤードの抜体、従いましてクラブアイランズは15ヤード前進した位置からのファーストダウンと変わります。ジョシビー様、メッセージありがとうございます。ランニングクロックまたは早期終了に関する X3 ルールはどのようになっているかというお問い合わせですが、実は私もそれは存じておりません。本日そのような措置がありましたらそれが告知されると思われますが、試合の経過をご注目いただければと思います。さあクラブアイランズファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。
オフェンスの反則です。プレー開始前反則、フォルススタート、不正なスタートを切った反則です。1秒間静止なっておりませんでした。5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。クラブアイランズファーストダウン15。さあ中央ダウンプレー、しかしこれはクラブ、琉球立ちはだかります。中央密集点突破、図らんと0番にハンドオフしましたが、ここに66番立ちはだかり、このダウンプレーを阻止し、約、2ヤードロスに変えております。見事なディフェンスの対応をいたしましたのは66番の町田です。広島三育学院高校出身のプレーヤーです。チーム創設期より活躍しております町田、ここでも見事にその役割を果たしています。さあクラブアイランズセカンドダウン17、フォーメーションを変えました。さあランプレーをこのブロッカーがいないサイドに展開し、手薄になったサイドをつかんという判断をいたしましたが、ここは琉球見事に対応しております。ゲインは2ヤードほどにとどめサードダウンに変えます。これが後の何らかの布石になるプレーとなるのでしょうか。クラブアイランズ再び同じようなフォーメーションを取っています。サードダウン15の状況、さあそのブロッカーをレシーバー選手固めているサイドへのパスを投じました。87番にキャッチアンドランを図らせまして、ブロッカーを使って突破という判断をするという選択でしたが、しかし琉球もディフェンスが殺到しまして、このプレーの展開を阻みフォースダウンに変えます。キャッチしましたのは87番のオチでした。大阪経済大学出身。失礼しました。時計現在止まっております。外へ出ていたため時計が止まっている模様です。ここでディレイオブザゲームの反則です。制限時間内にプレーを展開できず、クラブアイランズ5ヤードバッタイとなります。クラブアイランズフォースダウン18、パントフォーメーションを取っています。このパント琉球陣32ヤード付近で外へ出まして、攻守交代となります。攻撃権変わりまして琉球に変わります。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズン、カレッジルール大きく変わりまして、日本国内でも適用されております。従来はプロなど一部のプロリーグでしか採用されなかった前後半の残り2分で採用されるレフリータイムアウト、2ミニッツウォーニング、それがカレッジルールでも採用されました。 X リーグはカレッジルール NCAA ルールにのっとっておりますので、これが採用され今季より2ミニッツウォーニングが適用されております。前半残り時間1分54秒で2ミニッツウォーニングに入っています。本日の配信は XE 西日本ネット配信共同事業に基づきまして、多くのご企業様そして個人様のご寄付ありましてこの配信成り立っております。現在もこの企画は募集しております。できましたら多くの方々にご賛同いただき、この配信を継続させていただきたいと思いますので、何卒ご協力ご寄付よろしくお願い申し上げます。
さあ攻守変わりました状況でツーミンツーオーニング解けます。琉球自陣32ヤードからのファーストアンテン、さあまずワンプレー、中央にラン、中央のランプレーを33番に託しました。見事それに応えるように33番体を中央にねじ込んで約8ヤードから9ヤードゲインに変えております。ここで好調な33番の藤本にボールを託しています。大阪経済大学出身、琉球セカンダー残り1ヤード、パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバー14番にパスを投じました。しかし14番これをわずかにキャッチできずパス不成功に終わっています。ダウン1つ変わります。サーダウンに変わります。アルクさんはメッセージありがとうございます。ナイス66、先ほどの町田選手のプレーに対する称賛と思われます。琉球サーダン残り1ヤード、さあ左オープンへのオプションプレー見事決まりました。攻撃権更新です。琉球ファースター、今度はクォーターバックが持つかランニング枠に託すかの選択プレー、オプションを駆使しましてランニング枠にピッチし左オープン突破になりました。攻撃権更新となっております。琉球ファースター、ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は次のプレーまで時計が回り続けます。逆に外で出た場合、前パスが失敗した場合は時計が止まります。これにより時間をいかに効率よく使うか、あるいはうまく消費するかが問われます。先ほどのランプレーによりまして、攻撃はタイム時計が続く形でしたが、琉球時間を確保すべくここでタイムアウトを投じます。吉見さんはまさにそれを、指してかのメッセージありがとうございます。急いで RGL、 あと1回タッチダウンしてほしい、このしてくださいのメッセージありがとうございます。まさに残り時間68秒をかけたここからのプログラムに注目しましょう。対しましてクラブアイランズは何としてもこの時間をしのぎたいところではあります。さあタイムアウト解けます。琉球自陣46ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここでクォーターバック7番は中央を横切って左に展開した3番にパスを投じましたが、3番これをキャッチできずパス不成功、前パス失敗という形になりまして時計は一旦止まります。前半残り時間1分1秒、ダウン1つ失いましてセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10、パス成功。1番がキャッチしまして約6ヤードゲイン、しかし中で倒れている模様ですので時計回る模様です。あ、失礼しました、外で出ていた模様です。時計54秒で止まっております。サーダウン4の状況に変わります。いやいや若干サイドライン見えづらい状況にありますためご了承よろしくお願いいたします。さあサーダウン4の状況でどのようにプレーを投じるでしょうか。琉球相手陣348ヤードにあります。前半残り時間54秒、さあクォーターバック自ら行った、攻撃権更新ファースター、ここで中央クォーターバック自ら行きまして確実に攻撃権更新としています。琉球攻撃権更新しましたがチェーンがセットされますと再び時計回ります。
ここでタイムアウト、琉球入れます。前半2回目タイムアウトです。ここはパスに見せかけ藤原確実に攻撃権更新とし、そしてタイムアウトしまして時計時間を確保しております。琉球タイムアウト残り1回となっています。タイムアウト解けまして試合再開です。琉球相手陣42ヤードからファーストアウト。ナイスプレー。クォーターバックスナップ乱れまして、一旦プレーが潰れかけました。しかしそこから拾い上げタイミング崩れた中、一見走る間に仕掛け外に展開していた9番にパス、0番でしょうか、これをキャッチしましてキャッチアンドラン、サイドライン割りましたが約7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。取りましたのは11番でした。この判断素晴らしかったのはクォーターバック7番の藤原でした。そしてそれに見事対応したのは琉球ガーデンライオンズ11番富雄です。近畿大学出身。琉球セカンドダウン3、パス不成功です。クォーターバック7番再びプレイアクションから右にロブラとし、奥に走るレシーバーめがけようとしましたが、ここに対してクラブアイランズ44番見事なプレッシャー、投げるとも走るともできない状況にし、結果的に投げ捨てさせることに成功しました。素晴らしい対応いたしましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学ギャングスターズ出身、チームのバイスキャプテン。今シーズンはチーム事情からクォーターバックも兼任しております。大学時代クォーターバックは経験していないということですが、チームのためにあえてそのスキルポジションに今季挑戦中ということです。本職のラインバッカーでも素晴らしいプレーを披露しました。さあそれを振り切って攻撃権更新、琉球ファーサー。ここでクォーターバック7番中央に切れ込んだレシーバー9番にパス、9番これを見事にキャッチし攻撃権更新です。琉球ファーサー。ここで琉球は前半最後のタイムアウトを行使します。これで双方ともタイムアウトはなくなった状況になっています。ここで素晴らしいパスがしかしキャッチしましたのは9番の篠宮でした。本日大活躍です。琉球大学出身。ジョシビリさんのメッセージ、グッド、デシジョンというふうにメッセージ、ディクリションというふうにメッセージありますね、おそらく素晴らしい判断であったことに対する賞賛だと思います。さあこれで双方ともタイムアウトを使い切った格好になっております。琉球ボールは相手陣10ヤードの位置、ファーストダウントゥーゴールの状況にありますが、ここでのプレーどのように行使するか。さあプレーに行きます。さあ残り時間16秒という状況、果たして15秒です。どういったプレーを展開するでしょう。パス不成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーに行きましたが、このパスを見事44番パスコットしまして、パス不成功に変えています。ここは堀田がまた見せました。奮闘しております。さあ琉球セカンドダウン2ゴールですが、ここでフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙う形に変えます。
このキックはしかし不成功、フィードゴール失敗となりまして、このシリーズ終了となります。ここで加点しまして、さらにリードを取らんというところでしたが、これはなんとか、アイランズはしのいだ形になっております。攻守変わりまして、クラブアイランズ攻撃に変わります。ここに持ち込んだのは、クラブアイランズ44番堀田の奮闘があったと私は評価させていただきたいと思います。さすが兄弟ギャングスターズ、最後まで勝負を諦めません。素晴らしいプレーを見せています。クラブアイランズ自陣20ヤードからのファーストアンテ、ここでイエローフラッグが投じられています。アイランズディレイオブザゲーム、遅延行為が働きまして5ヤード抜体となります。クラブアイランズファーストダウン15、2ダウン、時計を回します。ここで前半終了となります。前半終えまして、琉球ガーデンライオンズ34点、クラブアイランズ0点、琉球34点のリードを確保する形で前半戦終了となっております。さあ試合再開まもなくとなりまして、審判団がフィールドに戻り、後半戦再開の時を告げようとしております。前半戦終わりまして、琉球が、34点リードをしまして、試合の大きな優位を保った状況に前半あります。さあ後半アイランズはこの状況を打開できる策を見出すことができたでしょうか、あるいは琉球このまま一気に突きこの試合を制する形になるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。大石様、メッセージありがとうございます。こちらの、ルールの説明紹介に関しては X2XE ウエストの協会の方が作成いただけました。非常に簡潔にアメリカンフットボールのルールがまとまっておりますので、私の方もこちらを利用させていただいた格好になっています。ちょうど幕開の中、アメリカンフットボール慣れている方も、その簡単な部分を概略まとめたものになりますので、その確認として流させていただきましたが、幸いご好評いただけたようで嬉しく思います。
さあ後半戦は琉球ガーデンライオンズのキックオフで再開する形になります。従いまして攻撃権は必然的にアイランズが得やすい格好になっています。さあリターンに入れるか、しかしボールをマフしている。幸いどうやらアイランズが抑えた格好になりまして、アイランズの攻撃という形で試合再開になる模様です。現在フィールド上負傷者が発生しているためか、レフリータイムアウトは取れています。さあクラブアイランズの攻撃に入ります。クラブアイランズ自陣18ヤードからファーストダウン10。クォーターバック44番右スプリントアウトからパスを投じましたが、これは琉球のディフェンスのパスカットで不成功になっています。ここでクォーターバックは先ほど守備で好プレーを見せておりました44番堀田が入りました。先ほどもご紹介した通り大学時代のクォーターバック経験はありません。しかしチームの状況を考えまして、この年今年よりクォーターバックに挑戦しております。その最初のプレーはパスでした。さあ次はどのようなプレーを講じるか。セカンドダウン10。ここでプレー乱れまして、ボールは外へ出る形になりました。幸いそのまま外へ出ましたため、攻撃権の譲渡は起こっておりません。しかしその出た位置まで交代する形になります。サードダウンに変わります。クラブアイランズサーダウン15。さあここでパスに見せかけたランプレー、ドロープレーを展開しました。キャリア0番にそのボールを託しまして中央突破を図りましたが、しかしフォースダウンに変わります。キャリア0番は村上でした。関西学院高等部出身の34歳のプレイヤーです。おそらくは高校時代で、一旦はフットボールをリタイアしたのだと思いますが、先ほどの、他の選手もおられましたが、アメリカンフットボールに、この年からでも挑戦したいという思いで復帰した選手だと思います。こういった選手にはぜひこれからも活躍してほしいと願います。ここでホイッスル。オフェンスのペナルティーです。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを実施いたしませんでした。5ヤード抜退しフォースダウンやり直しとなります。細川さんメッセージありがとうございます。分かりやすくと全、分かりやすくて勉強になりますというのは先ほどの動画に関してのご、回答だと思います。非常に分かりやすい1分間動画だと思いますので、これからも機会ありましたら流させていただきたいと思います。さあ試合再開です。クラブアイランズフォースダウン18、パントフォーメーション。
さあリターンに入っている。このリターンはクラブアイランド陣の30ヤードを超えた地点まで琉球返しまして、この位置から琉球の攻撃に変わります。さあ結果的に後半最初のアイランドの攻撃シリーズはパントに終わりました。今度は琉球の後半最初のシリーズに入ります。琉球その意味では絶好の位置です。相手陣30ヤードからの攻撃に入ります。琉球ガーデンライオンズ相手陣30ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。1秒間の静止保てず5ヤードバッタイとなります。琉球相手陣35ヤードの位置、攻撃権更新必要距離15ヤードの状況でファーストダウンやり直しです。さあ中央のランプ、まずその距離を取るための確実な一手は中央のランプといたしました。好調な中央のランプレーを見事に決めまして約6ヤードゲインとしています。このあたりオフェンスラインマンも素晴らしい仕事をしている証拠だと、ご理解いただければ幸いです。琉球相手陣29ヤードからセカンドダウン9。成功ファーサークォーターバック7番プレイアクションからロールしつつ、しかしプレッシャー殺到する中、これを見事なフットワークでかわしまして中央へのレシーバーにを投じましてパス成功といたしました。見事な対応としましたがクォーターバック7番の 藤原です。千葉商科大学出身。琉球相手陣14ヤードからファーストダウン10。これはナイスラン。今度は1点アウトサイズゾーン、スピードに乗った外へのランプレーを展開いたしました。何枠ハンドオフから右オープン9番展開しまして、これも1回で攻撃権更新です。琉球ファーストダウン。今度は篠宮がランニングバックとしてその仕事を果たしました。見事攻撃権更新としております。さあゴール前残り4ヤードとなりましてファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの4ヤード突破なるでしょうか。琉球クォーターバックは左に展開していたワイドレシーバー14番にパス、14番ディフェンススクール中、これを見事にかわしそのままキャッチしましてエンドゾーンなだれ込んでタッチャー。琉球この14番のパスキャッチによりましてタッチダウン重ねまして6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイント。見事決まりまして1点追加となり、琉球ガーデンライオンズ41点、クラブアイランズ0点とスコア変わっております。
ここは藤原、素晴らしい対応をいたしました。最初のターゲットは見失った格好になっておりましたが、その後のセカンドターゲット14番にパス、これを14番見事にキャッチしまして、エンドゾーンに倒れ込みタッチダウン成立をしております。見事な対応しましたのはワイドレシーバー14番のくさびがきでした。大阪工業大学出身です。ジョシュ・ブリー様のメッセージの通り、ナイスブロックオフェンス、オフェンスラインマンが素晴らしい粘りあるブロックをした結果生まれたタッチダウンでもありました。工事町田様、今夜は、いや今日は最高だとメッセージありがとうございます。琉球非常に素晴らしい攻撃守備を展開しております。琉球ガーデンライオンズキックオフ、さあクラブアイランズリターンに入るが、どこまで返せるか。左サイドライン側をつきまして20ヤード付近を確保しています。この位置からのアイランズ攻撃に変わります。さあまだ第3クォーター途中という状況ですが、琉球攻守にわたり非常に素晴らしい仕上がりを感じる一戦となっています。まだ精度には荒さは感じるのですが、一人一人のプレーヤーの力量が大きく上がった印象を受けます。聞くところによりますと、今季は沖縄米軍リーグにも参戦していたというふうに聞いておりますので、これらがひょっとしたら大きくチームを発展させるきっかけになっているかもしれません。さあプレッシャーからかアイランズプレーが乱れました。クォーターバック44番しかし何とか自ら体を張りまして、この状況を前進に変えております。厳しい状況、しかしタフに攻撃を展開していますのはクォーターバック44番堀田です。京都大学ギャングスターズ出身。点差が開きまして、非常にそのモメンタム、そしてメンタルを整えるのが難しいチーム状況にあると思いますが、それを何とか踏ん張らんと堀田が、現在奮闘しております。クラブアイランズセカンドダウンライン。さあそのホッタが行きます。ハンドオフェイから左オープンへ展開。ディフェンスが来る中、それをステップワーク駆使しまして左に展開し、約7ヤードのゲインに変えました。ここはホッタが奮闘しています。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は X2、X3 ウエストの全チームによります合同企画によって実現しております。こちらの企画に応じてくださいました企業様、そして個人様のご寄付ご記者がありまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集させていただいております。この企画が、さまざまな試合 X2、X3 の試合、さらには果てまして私は地方に、向かいます、その遠征費にも当てがわせていただいております。これらの、試合をご覧いただくためにも、ぜひこの企画ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。さあウォーターブレイク解きまして試合再開となります。クラブアイランズサードン残り1ヤード。さあ中央行った、攻撃権更新です。クラブアイランズファースト、この1ヤード確実にランプレーで突破といたしました。チームのパワーバック42番にボールを託しまして、42番見事期待に応えて中央突破し攻撃権更新です。クラブアイランズファースト。
見事攻撃権更新果たしましたのは42番の山崎でした。滝川高校出身。さあクラブアイアンズ攻撃継続です。ボールオン自陣36ヤードからファーストダウン。タッチダウン。ここでクォーターバック44番右スプリンガーカットからパスを投じましたが、そのパスをしかし奪い取りましたのは琉球ガーデンライオンズ24番。そのまま一気に男子独走エンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。琉球ここでインターセプトリターンタッチダウンによりまして6点を返す形に成功しております。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ24番の松葉、東京学芸大学出身のプレイヤーです。ここでも新戦力が光りました。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ48点、クラブアイランズ0点とその差広がっております。掘ったプレッシャーの中なんとかパスで打開図らんということでしたが、ここでしかし見せましたのは琉球の24番でした。見事なインターセプトリターンタッチダウンによりまして、さらに得点を広げる形に成功しております。TY 様 RLG、クラップのメッセージありがとうございます。さあ琉球勢いになります。琉球のキックオフで試合再開。アイランズリターン。中央突破を図りましたが、クラブアイランズ琉球の壁を厚く突破できず、自陣15ヤード付近からの攻撃となります。クラブアイアンズ自陣16ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック44番プレイアクションから中へ切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスカットしましてパス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。さあ中央のランプ、しかしここはクラブ、琉球ナイスディフェンス。ランニングバック0番にハンドオフしまして中央突破を図るという戦法を取りましたが、しかしフロント陣許しません。琉球見事対応しましてノーゲイン、サードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。ナイスプレッシャー、キュービーサー。クォーターバック44番右スプリントからパスを投じようと構えましたが、その一瞬の隙を突きまして、
琉球24番佐藤、なんとかかわさんとしましたがバランス崩しそこで倒れ、キュービーサクパスを投じる前に仕留められフォースダウンに変わります。見事なプレッシャーでしたのは琉球、先ほどインターセプトリターンタッチダウン決めました24番の松葉でした。今日東京学芸大学出身のプレイヤーです。ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを投入します。アイランズここで来て勢いに乗っている琉球を止めることができません。なんとか流れを止めんとここでタイムアウトを投入します。この配信は X2XE ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。様々な企業様、個人様のご寄付、ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変申し訳なく、そして感謝申し上げます。この企画によりまして、ご覧皆様にこの、X2X2 の試合をご覧いただくことが可能となりました。現在もこの企画は継続しております。ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあタイムアウトときまして試合再開です。クラブアイランズフォースダウン15、プレーを選択します。フォースダウンギャンブルに入ります。あえてここで4回目の勝負に入りました。さあ判定はどうでしょう。インターセプト成立という判定になっております。ここでパスにより状況打開を図らんというところですが、結果的にこれは琉球がインターセプトし攻守交代となります。しかしパスをキャッチした地点まで結果的にアイランズは陣地返した形で攻守交代になりました。琉球としてはここでのインターセプトの判断非常に難しいところですが、失敗であった場合は先ほどの開始地点から攻撃を得る格好でしたが、インターセプトしましてその倒れた地点からの攻撃となります。ここで現在負傷者が発生しているためレフリータイムがタイムアウトが取られています。このフォースダウンロングの状況でのパスシチュエーション、ディフェンス側にもフットボール IQ が求められるワンシーンだったというふうに今はご説明させていただきます。ここをあえて取らずにありましたら優位な位置で攻撃ができましたが、ここは選手の本能でしょう、取ってしまいました。この点が、これから求められるさらなる一歩かもしれません。この点においては STR36 様のようにナイスキャッチ、確かにインターセプトの歴史とした記録ですとね、この点も選手にとってはまさに欲と勝利の欲か選手としての欲を問われるシーンでもあります。さあ今度は琉球の攻撃に入ります。琉球は手堅く中央のランプレーから入りました。オフェンスライン陣好調です。ランプレーが出ます。約4ヤードのゲインとなっています。一見ランプレーはランニングバックの走力そしてタフさが注目されますが、実はその前にありますラインマンの力がさらに大きな要因になります。彼らが勝ちますとランニングバックは走路が開けますのでテクニック遺憾なく発揮することができますが、押し込まれますとランニングバックは走れません。その意味においてオフェンスラインマンの仕事は極めて重要な成果を生むランプレーでもあります。琉球セカンドダウン6、パス不成功。今度は外へ展開する14番にパスを投じましたが、これはディフェンスのプレッシャーってか不成功になっています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。さあ琉球ここで攻撃継続となるか、あるいはアイランズここでディフェンスで見せるか。ボールオンは相手陣27ヤードからのサーダウン7、失礼サーダウン6です。パス成功、ファースト。ここで琉球パスプレー決まりまして、攻撃権更新になっております。琉球ファースト。
ここではクォーターバック7番中央切れ込んだ33番にパスを通しまして見事攻撃権更新果たしております。見事パスキャッチし攻撃権更新になりました琉球33番の藤本です。なんでなく今度はパスで見せました。さあ琉球相手陣13ヤードからのファーストアンテン、さあ今度はクォーターバック自ら行った、ハンドオフェイから左にブーツアック、ブロッカーを使いましたがしかし左オープン展開を図りランパスのオプションだったですと思いますがここはランで手堅く前進します。結果的に約8ヤードゲインになりまして攻撃権をさらに前進する形に成功しております。冷静な判断決めましたのはクォーターバック7番の藤原でした。千葉商科大学出身。琉球セカンダウン2、ここでホイッスルイエローフラッグが投じられております。ここでオフェンスに交代違反の反則がありました。フィールド内12人おりました。アメリカンフットボールフィールドの外の人数制限はありません。しかしフィールドの中は11人以下と決まっております。この人数を超えますと交代違反となりまして5ヤード抜体を課せられます。従いまして琉球5ヤード下がりセカンドダウン7で試合再開となります。しかし相手陣深い位置からの攻撃変わりません。琉球セカンドダウン7、さあ外行ったタッチダウン、琉球ここでアウトサイドゾーンのランプレー、ランニングバックに託しまして右オープンに展開、スピードによって33番一気に相手ディフェンスをまくりそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。琉球ここでランニングバック33番の藤本のランプレーによりまして見事タッチダウン重ねさらにリードを広げる形に成功しております。そして立ち合うの後のトライ4ポイントに入ります。見事とこのトライ4ポイント決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ55点、クラブアイランズ0点と試合変わっております。ここで審判団コールありましてここで試合終了となりました。ホールドゲーム成立という形になります。規定に関しては後ほどご確認させていただきますのでご了承ください。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして琉球ガーデンライオンズ55点、クラブアイランズ0点で琉球がこの開幕戦勝利する形で、勝利する形となりました。ありがとうございました。クラブアイランズ厳しい戦いでしたがなんとか戦という意気込みあるプレーは素晴らしいものがありました。次節に期待したいその奮闘ぶりでした。ナイスファイトでした。戦いぶりでこの試合を制しました。見事な戦いぶりでした。3シーズン目になります琉球ガーデンライオンズ本気は凄まじい迫力を見せました。さらなるグレードアップを見せるその開幕戦の勝利圧勝というふうに言わせていただきます。 X3 制覇そして X2 昇格を掲げましての参戦3年目、今季こそなるかもしれません。そのような期待を抱く素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。
今シーズンも両チームに期待したいと思います。長時間にあたるご視聴ご観戦ありがとうございました。まずこの第1試合はこれをもちましてまもなく終了という形になります。本日の配信をその後も控えさせていただいております。この後、試合、チャンネルサイトを変えましてこの後に行われます2試合目クラブベアーズ対三重ファイアワードン戦、さらにその後の3試合目も配信させていただきます。1試合目の試合開始が長引いておりますので開始時間若干変更になると思いますが、逐次それに対応しながら配信させていただきますので何卒ご了承よろしくお願いいたします。今シーズンもできる限り X3 そしてさらに X2 の配信も一部行わせていただきますので皆様よろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり影のため一度も離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が大きく変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーが渡してくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつかるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量をより序盤とするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ皆様がご覧いただきましたその物語は果たして本日何ページ目だったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ本日の配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋でした。チャンネルサイトを変えまして再びこの後に行われます2試合も配信させていただく予定です。その時までまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。